こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は試飲会。こちらは以前漬けたインドナツメ酒ですが、漬けてから2年の月日が経ちましたので、今日は第5回目の試飲を行っていきたいと思います。では注いでいきます。注げました。液体の色は以前と同じで薄い茶色。では飲んでいきます。20世紀の首都、やはり京都駅を思い出す。結論が出ました。こちらの2年目のインドナツメ酒評定は 3.1 ポイントです。2年目のインドナツメ酒、前回と大同小異な味を保っています。すなわち生のインドナツメに含まれていた20世紀梨のような味が薄く溶け出しているほか、和菓子の箱を包むのに使う和紙を使った包装紙の匂いがします。赤福の包み紙とかね、果物の種類はいろいろですから、何とも表現しにくい匂いが出ることもあります。それで今回の変化としては、その和紙の包装紙の匂いが少し増えたように感じました。でもそんな匂いが増えても別に嬉しくないのですよね。評価は据え置きのままとなりました。それでは今日の試飲動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。